ドラゴンファイターとワチキのゲームにはあまり期待をしていなかったが、これ結構よくできていると逆に期待を裏切られた作品です。難易度は高めですが、ゲージが溜まるとドラゴンに変身して空を飛べ、ちょっとシューティング的な感じになります。ゲージさえあればいつでも変身でき、いつでも人間に戻れます。ドラゴンに変身すると非常にやりやすくなりますが、使いすぎると後で苦労をするので、なるべく人間で頑張っていき、いざという時にドラゴンに変身、そこを使い分けるのが攻略の鍵となります。ボス戦の時にはできればフルゲージでチャレンジしたいですね。しかしシビアなゲームなのでそんな簡単にはいかないですけどね。辛めです。白熱のシューティングパズルゲーム。サイコロブロックを下からシューティングのように打っていきます。サイコロの目は自由に変化させれるので、上のサイコロの目と同じものを打っていきます。するとサイコロが画面下に集まります。同じ数字を何個か揃えていき、ある程度揃ったら方向キーの下を押しラインを消していきます。ちょっと説明が難しいですが、簡単に言うとポーカー的な感じで、2ペアとか3ペアと言うと、わかりやすいかもしれません。あと1から6まででストレートもあります。このルールさえわかっていれば、簡単なパズルゲームで、サクサク進めていくことができます。地味にはまってしまい、時間を忘れてしまうこともあったりと、なかなか良作だと思います。この作品を知らない人は多いのではないでしょうか。オーバーホライゾン。この作品は知らない人が多いのではないでしょうか。ファミコン末期に発売されたシューティングゲームで、個人的には非常に面白い作品でした。隠れた名作と言っても良いと思います。ちょっと変わったところは、A ボタンで前に弾を撃て、B ボタンで後ろに弾を撃つことです。なので後ろからもガンガン敵が来ます。ちょっと見た目は地味な感じの作品ですが、ゲームバランスや BGM も良く、ストレスなく遊べます。一面のボスもなかなか凝った感じで、個人的に好きなのは二面です。シャッター的なものが開いたり、閉じたりするのですが、中には手前が開き、奥が閉まってしまうものもあり、初見だとやられてしまうところもあります。途中スピード感のある、中ボスも出てきたりと、プレイヤーを飽きさせない工夫が、あちこちで見たれるのも良いですね。ホットビーやるな、と思った作品です。
WWF レッスルマニア。当時大人気だったハルク・ホーガンが、ジャケに使われていたので、思わずジャケ買いした人も、いるのではないでしょうか？自分もハルク・ホーガンは大好きで、子供の頃、アックス・ボンバーの真似とかしていましたわら。確か主演の映画もありましたよね。オッドゲームですが、クォータービューのプロレスゲームで、内容は数種類の投げと打撃、あとドロップキックが使えます。このクォータービューで操作が、少しやりにくいところもありますが、遊べなくはないです。面白いかと言われると、普通かな。タイトル画面は書き込まれていて、かっこよかったが、肝心のゲーム部分はそれほどって感じです。1992年の発売で、その頃はスーファミも発売されていました。同時期のファミコンの作品は、もうちょっと頑張っていたような気がするので、ハルク・ホーガンのファンとしては、非常に残念な作品でした。オリュンポスの戦い、愛の伝説。タイトルのオリンポスとは、ギリシャ神話の神々が住む、オリンポス山のあるギリシャの地名で、本作はその名の通り、ギリシャ神話の世界を舞台とした、アクションロールプレイングゲームです。ゲームを開始すると、主人公と恋人の名前を、入力することになります。同様のシステムは、ヒロインに名前を付けられる、スクエアの聖剣伝説が有名ですが、本作はその4年近く前に、このシステムを導入している点は、注目すべき点と言えるでしょう。タイトルの、愛の伝説、という、ちょっと恥ずかしい副題にも、ぴったりですね。さて、ゲームを開始して感じるのは、どこかで遊んだことある、ではないでしょうか。本作、ユーザーインターフェースは元より、主人公のグラフィックに至るまで、リンクの冒険にそっくり、さすがにストーリー展開などは違うものの、あれ、リンクの冒険に？と感じてしまうほどです。アイスホッケー、イン、氷上の格闘技とも呼ばれる、アイスホッケーを題材にした、珍しいスポーツゲームです。アイスホッケーが題材というと、本作とクニオくんのアイスホッケーぐらいしか、イメージが湧きませんね。さて、本作はトーナメントモードで遊ぶ、スーパーカップ、CPU または2プレイヤー対戦ができる、エキシビジョン、そして攻撃、防御に分かれて行う、トレーニング、などで遊ぶことができます。スーパーカップで、全米制覇を目指すのが、目標となっており、6つあるチームから1つを選んで、優勝を目指して勝ち進んでいきます。ちなみにアイスホッケーのルールには、かなり忠実にできており、細かな反則なども、きちんと取ってくれますが、そもそもアイスホッケーのルールに、詳しい日本人が少なく、本ゲームでルールを学んだ人も、多かったのではないでしょうか。このゲームの解説してたら、当時金持ちの友達がアイスホッケーを、習っていたのを思い出してしまいました。ゲームもたくさん持っていたんですよ。漫画もねー。
ラジカルボンバー、地雷くん。タイトルからは想像つきませんが、本作は鬼ごっこをベースとしたボードゲームとなっています。しかし普通の鬼ごっことは逆に、逃げる側であるランナウェイが1人と、追いかける側のチェイサー側が4人という、ちょっと独特な仕組みとなっており、今風に言えば、非対称型対戦ゲームと言えるでしょう。ちなみにタイトルの地雷くんとは、ランナウェイでもチェイサーでもなく、踏むと1ターン動けなくなるという、鬼ごっこゲームとしては、非常にきついペナルティを与えてくる、トラックのことです。マップは初期で3つ。さらにエディットも可能であり、ルートを切り替えるポイントや、場所を移動するワーク、さらにランナウェイ側専用の、2回連続で動く必殺技なんかも、実装されており、単純ながらも、奥の深いゲームとなっています。かもしれないが、俺は諦めない。